洋上風力の反対署名をですね、持ってまいりました。県は唐津市沖のおよそ140平方キロメートルを候補海域として、洋上風力発電の誘致を目指しています。今日は佐賀、福岡、長崎の10の漁協で作る協議会などが、計画に反対するおよそ1万9000人の署名を提出しました。洋上風力発電をめぐっては、現在東京と大阪の民間3社が環境影響評価の手続きを進めていますが、県は現時点では何も決まっていないと説明しています。県がそういうまだ建設も決まっとらん、何も決まっとらんということは公に発表してくださいよ。まだ洋上風力発電設備の開発ができる状態になっていないということは、繰り返し私ども説明を差し上げているはずです。漁業者らは回遊魚の流れが変わる、自然を壊して作る必要はないなどとして計画の中止を訴えました。一方、佐賀玄海漁協は先月、組合員や地域住民3300人分の署名と計画賛成の陳情書を提出しています。